これさ、昔のデータなんだけど、だって名前って変えれるのがいいよね。よかった、私本名の名前にしてた。で、これ昔のデータ、84年目10月。こんな感じ、結構やり込んでる。だからシェルター機、びっくりした。名前ちゃんとなってるよね。シェルター機能とかあるんだね。ちょびるだって。あ、この辺とか鉄道とかはないんだね、まだ。これ全部制覇してると思うんだけどね。桃太郎ランドとかも全部買ってるから、84年でさ、全部制覇できるんだ。あ、貧乏神ここある。1対1でやってると思うんだよね。こんな感じで。あ、500億円なんだ。最終的なやつは。カードとか何持ってんだろう。進行形、テレポート、オレンジ、オレンジ、オレンジ。あ、なるほど。多分ね、物件のやつ買うためにオレンジカードいっぱいある。牛肉ラギカードとか何？再開発カード。都市のすべての物件の2倍の価格で売れます。これなんかどっか崩してお金を集めたって感じかな。牛肉、美味しいところ泊まると、できるみたいな感じか。こうだから、宮崎と前様がまだ終わってないってことか。面白いな、マジで。昔のデータをさ、見るっていうのもいいわ。全体アップこんな感じか。一個一個見ていくっていうのもええよな。ハワイとかサイパンとかあるのか。こんな感じで。だから、桃太郎ランドもやっていきたいなと思ってるんだけどね。今回昔のデータを見てみたみたいな感じにするか。これ、順番になんか上から見ていくっていうの重要あるかな、北海道から。ちょっとごめんよ、った人ごめんよ。上だからこんな感じ。稚内はこんな感じですとか。稚内。まあ、この辺とかマイナス。旭川。シェルターはなんか、ゴジラとか、どちらだったかな。いろいろ防げるんだよね。釧路とか。北海道。これでも、怖いのがさ、調べてない物件があったらさ、あ、ここまだ増資してないじゃん、全部。ここ行ってもええな。トマム。ここ、スキーで儲かる。旭川はもう調べたか。夕張メロン。札幌。小樽とか。あんま読み上げん方がいいかも。あ、ここ修学旅行で行ったな、ニセコ。ニセコだったかな？忘れたけど、なんか北海道だったんですよね、私。で、北海道が以上か。以上じゃない。函館忘れちゃいけん。函館のトンネル。すごいよね、これ。あ、もう、この辺、生ハゲとかもまだ出てこないよね、この時期は。で、盛岡とか。あ、この辺とかも V だからまだ物件が少ないね、すごく。山形とか見る。これ、さくらんぼ駅とかがなんかこの辺にあった気もするけどね。福島、仙台、松島。で、この辺がロボットとかカードとかそんな感じか。盛岡は調べたかな？こんな感じで。カードとかも結構いろいろ売ってある。桃太郎カードとか懐かしい。金太郎カードとかもなかったっけ？で、ここ、ロボット変えるからね。B コロコロとかも可愛いからね。プチキャノンとか。メカボンビ45億って。もう、高すぎるよ。もう84年目だから。いや、面白いな。こうやって見ると、昔のやつ。あ、ここで、佐渡か、たまに鉱山が見つかるよね。マイナス 15% なんだけどね。隠し金山。え、どうなんだね。でも、今考えると収益的には3000ちょっとか。マイナスになっちゃうからさ。で、毎年3000万ちょっと取られるからね。どうなんだろうね。まあでも、リターンはいいから買っとくっていうのもいいのか。ほんと投資だよね。水戸とかね。水戸もまだだな。これまだでもやろうと思ったらできるな。増資とか。頑張って。この辺とかまだ調べてねえな。わ、この辺とか調べるのがちょっと大変になってきた。どこを区切って調べればいいか。富山のところまでは調べて、松本。これ、赤マスが結構ある。なんか一覧で見れるところがあったらええんやけどな。この辺とかも、ネズミランドとかあったっけ、この辺。上野動物園とかあるよね。あー、ここもちょっと増資したい。普通にできるやん。ここ狙ってる感じなのかな。99年のデータあったと思うんだけどね。ここでも諦めちゃったのかな、私。調子とか。ここワープマスか。ここ、ナイスカード駅とかは、まだない感じか。で、横浜調べて行って、下の方行って、骨董品とか、日本旅館、静岡。この辺とかミニゲームできなかったっけ調べたら。それ違うゲームだったっけ。なんか富士山とか調べたら、いろいろあったような気がするんだけど、あと名古屋。で、これ上行って、ここは山。で、富山。これでも地理の勉強にもなるからね、すごく。桃鉄って。
私これ地名とかは桃鉄で覚えたからね、これなんか浜ラーメンとかあったよな。あれラーメン屋さんじゃないんだここで、こんな感じ。1対1でやったのか普通に。この辺とかなんかぬすっとのやつが出てくるよね。まあ今のこの V はいないけどね、全然。わあ楽しい。浜松、岡山、ちょっとずつ、まあ何回も同じとこ見てるかもしれないけどそれ許してくれ。岡山上、ちょっと鳥取忘れたら怒られちゃう、鳥取県民にで、この上の方見ていくか。これそばが美味しいよな、この辺とか。出雲そばとかあったよね、美味しいよねこれ。めっちゃ私食べたことあるけどめっちゃ美味しかった。ハギか。中国地方、山口県少ないね。結構フグとかあるよね、ここ。フグ料理店、魚市場、広島、プロ野球チームあったなで倉敷で岡山、ほらモータローランド。あ、最初見たかこれ。あ、これ調べたね、赤石で。四国行くか。徳島、ここもワープ駅だね。で高知、四国も少ないな本当に。松山、この辺とかも良くなったね、ほんといっぱいマップが増えて。マジでこの辺のお風呂とか確か覗けた気がするんだけど、え、違うか、場所が違うか。じゃあちょっと九州地方やっていくか。カナリアシティ、博多、セラミパーク、佐世保、長崎とか。うわでっかいなシェルター。あ、松本だからか。次別府温泉とか、この辺とかも。別府温泉もなんかね昔行ったことあるけどすごく良かったですよ。長崎、シードームとかあるんだ。で鹿児島で、あと沖縄とサイパンとグアムとハワイって感じか。沖縄はこんな感じ。あ、沖縄まだ買ってなかったわ。リゾートホテルなんか売られたのかな。じゃあちょっとハワイまでワープ。よいしと注意です。右下、なんか昔でもエロ漫画島とかなかった、この右下のところ。下のところあったよね、エロ漫画島っていうのが。でこれでハワイで、いつから消えたんだろうね。教育上良くないからか。もうでも名前だけだよな普通に。全然おかしなところはないけど。でグアムって感じですね。もし調べてない場所があったらすいません、まあ、今回はこんな感じで昔のデータをちょっと開いてみたって感じのね実況でした。あ、総資産も見てみるか。一応まだ全部独占とかはしてないけど、状態で見るのかな。物件とかこんな感じですね。いいな、こんなお金持ちになりたいなマジで普通に。じゃあね、バイバイ、ありがとう、失礼します。